千葉完封ブリーンズ、完封負け、たったの2安打で4連敗のみ。今日もブーイングはないのかな。そもそもパリーグおもんねーは23本でホームラン王ってどんだけ打点なんや。少しは危機感じないのかね。選手も首脳陣ものんきに見えるが、高い入場料で現場に行ってるファンはこんなクソ試合見せられてブーイングくらいすればいい。まあ今年はもういいわ。ここからは来季へ向けてチームの形作りだな。あまりに無策、あまりに無能、吉井大塚は大戦犯だ。采配もクソだけど、それ以上に選手の能力が低すぎる。少子化の影響が確実に出てるわ。現状は残り試合が多い猫がうちにどれだけ忖度してくれるかにかかってるな。ポランコも戦犯だぜ。宮城に相性悪いだし外して DH 石川でよかった。最後中村にダイソー出さなかったのはなぜだろうか。吉井にチーム作りの構想なんてないだろう。来年以降もっと悪くなるわ。吉井も本来監督なんかできないはずが1年でもできれば本望だろう。投手コーチおとなしくやった方が良いわ。結局佐々木を客寄せに使っただけじゃん。4位になったら福浦の首切らんとな。1年目で監督辞めさせたきゃ辞めさせればいい。結局文句しか言わないんだから。自分らが叩いてる吉井の采配と同レベルだよ。2試合完敗、来週負け越すとついに4位かよ。吉井ってダルと大谷の時にハムにいただけで特別系統とか育成うまいわけでもないのに過大評価されすぎてるよな。ご視聴ありがとうございました。